こんばんは。今自分体重が77キロで体脂肪率が 30% を超えてます。で、今ね、後で体見せるんですけど、今現在の自分のブヨブヨな体で、懸垂、こう、何回上がるのか、懸垂チャレンジしていこうと思います。で、懸垂なんで持ってんのって話になるんですけど、3年前ぐらいに鍛えてた時懸垂やってたんですけど、それで今あって、ずっと3年間ぐらい物干し竿になっちゃってたんですけど、これから鍛えていくんで使っていこうと思います。で、30キロぐらい痩せてた頃は、10回は一応なんとかできてました。なので、今すっごい太っちゃったんですけど、目標は3回できたらいいなって思ってます。じゃあ、実践していきます。はい、今こんな感じで、おデブっていうか、ぽっちゃりという今の体型でどれだけ上がるか、目標3回でやっていきます。よし、いきます。せーの。2回かな、2回できたっていうか、ホーンがぐっちゃぐちゃになってたんですけど、気づいて本当きついですよね。ほんと力いるし、これから自分ボクシング今やってるし、ボクシングの筋トレで痩せると思うんで、また懸垂、何回できるのか、懸垂チャレンジも、定期的に動画も、上げていこうと思います。それではお見苦しい映像になってしまったんですけど、最後まで見ていただいた方もしいたら、本当にありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。